皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はまたトーク動画、しゃべり動画でございまして、テーマは何かと申しますと、上達の秘訣、効率の良い練習方法、そんなようなお話をさせていただこうかなと思います。効率の良い練習方法、ギリンこれね、ギターに限らずね、ドラムとかベースとかもどの楽器にも共通して言えることだと思いますし、もっと言えばスポーツとかに関してもね、同じことが言えると思います。もっと言えば資格とか勉強とか受験とか、そういったことに関しても全部この共通すると思うんですよ。そんな感じのもう全ての物事に共通するのが世の中の断りみたいな感じの内容なので、もしよければいろいろ覚えていただいて、参考にしていただいて、今後の皆さんの人生に、お役立ち、人生で言ったらちょっと、まあ、大げさかもわからないですけども、でもまあそのぐらいのレベルで、役立てていただければ、これ幸いでございます。でこの動画、上達の秘訣、効率の良い練習方法、一言でまとめられます。この動画の内容は一言でまとめられます。その一言は何かと申しますと、できないことにチャレンジし続けるということです。できないことにチャレンジし続ける、もうこれだけ続けてればね、もう絶対すぐ上手くなるんですよ。絶対効率よく上手くなるんですよ。できないことにチャレンジし続ける、以上、終わりっていうレベルで、もう一言でまとめられます。まあ、もうちょっとね、そのどういうことなのか、かいつまんでお話をさせていただきますと、まあ、その自分のレベルみたいなのがあったとします。なんかいろんな曲を練習したりとかしてさ、その自分のレベルがこうだだっと上がっていって、まあ、ある程度上手くなっていると思うんですよ。で、その自分のレベルがこのぐらいですってなった時に、自分のレベルよりも難易度の低いもの、つまり簡単なものをガーッと練習してても、まあ、ゼロではないんですけれども、なかなかこの自分のレベルってね、この上にこうガーッと上がらないんですよ。この自分のレベルをもう爆発的にズバババババって上げるためには、自分のレベルではまだ手が届かない難しい曲とかできない曲とかにもどん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 チャレンジをしていって、このもうモヤモヤってのに戦ってもう練習してもうひたすら繰り返して、うーできね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 うーできたーみたいな感じで、その自分のレベルを上げていくことがすごく大事なわけでございます。ちょっからその僕の過去の話といいますか、そのギターを始めた頃の話とかもかいつまでお話をさせていただきますので、ちょっくら、Let me explain 解説をさせてくださいませ。どういうことかと申しますと、例えば皆さんのギターレベルが100だとします。100。皆さんのギターレベルが100です。ここの100よりも簡単な曲も大事だけれども、難しい曲をたくさんやっていこうぜっていう、本当に今、平たく言えばそれだけの話でございます。で、僕ね、中学校1年生の時にそのギターを始めたんですけれども、当時そのチェッカーズがすごく好きで、チェッカーズの曲をもうひたすらこのコードでなんか弾き語りみたいなのをしてたんですよ。で、もちろん最初はさ、その C とか D とかすげえ難しかったけれども、まあなんかある程度こうね、慣れてくると、まあすごいもうめちゃめちゃ簡単な曲が多くてさ、もう日々の練習はもうここの練習ばっかりだったんです。でもある時、ラウドネスっていうハードロックメタルバンドに出会ったことによって、もうここのね、難しいことにどんどんチャレンジをしていって、もうこの自分のレベルを上げることに成功したみたいな、そんな感じの、ノリなわけでございます。で、これ別にその自分のレベルよりも低い曲を弾くこと自体が別に悪いわけじゃなくて、付き合い方を考えようっていう話なわけでございます。どんな感じで考えていくかと言いますと、5つのステップがございます。自分のレベルに対して、まあ、60% ぐらいの力で弾ける曲、これはですね、もうそのレパートリーとしてギターを練習する曲じゃなくて楽しむための曲っていうふうにも割り切っちゃいましょう。ひたすらこのレパートリーにバーッと続けててもね、なかなかこの自分のレベルっていうのは上がらないわけですよ。過去の滝沢少年の話でいけば、もう C とか D とかある程度できてきたらね、そこそこレベルが上がってるから、まあすごいもうめちゃめちゃ簡単な曲、レパートリーの曲をたくさん練習してても、なかなかこのレベルっていうのは上がらないわけでございます。けど、なんかこう、ね、弾いてて楽しい曲っていうのもすごく大事だから、なんか難しい曲とかね、チャレンジしてるときに心が慣れたら、これでテンション上げるとか、なんかこのね、なんかやる気出すとかモチベーションアップとか、そんな感じの付き合い方をすると良いんじゃないのかなっていうご提案でございます。レパートリーは楽しむための曲、練習するためではなく楽しむための曲という割り切り方でございます。で、その次、自分の実力の8割ぐらいの力、 80% ぐらいの力で弾ける曲は安定曲としましょうか。安定曲、皆さん人前で楽器を演奏したり
カメラの前で演奏したり、もしくはこう YouTube とかなんかツイキャスとかそういった配信サービスを使ったりとかして、人前で演奏する機会、もしくはその人目にさらされる環境で演奏したことってありますでしょうか。もうそういう時にね、もう皆さんがね、もう絶対に経験するのが、あれおかしいな、練習の時はもっとうまくいったんだけどなってやつ、あれなんでこんなところで間違えんだよ、練習の時こんなんで間違えたことあるのに、あれなんでこのわけわかんない間違い方するんだろう、あれ練習の時はもっとうまくいくんだけどな、練習してた時はもっと行けたんだけどな、あれ今日家で弾いた時はもっとうまくできたんだけどな、みたいな経験、絶対あるじゃないですか。そうなんです、その自分の 100% っていうのはなかなか出せなくて、人前で練習したりとか、人前でその本番で弾いたりとかすると、やっぱりなんかこうね、緊張とかがあって自分の 100% が出せなくて、それがね、もう5割とか4割とかになってしまうんですよ。そういうふうにこうならないために、この安定する曲、安定曲といいますか、その言葉で言えば精度を高めるって感じですね。精度を高めるための曲っていうふうにこの割り切ると良いかと思います。イメージでいくとすると、10回弾いたら10回成功する曲、今のところその10回弾いたら、まあそれ3回ぐらいしか成功しない、でもなんとなく弾けんだよなみたいな感じのイメージで、その10回弾いた後のその3回が4回になり、5回になり、6回になりっていう感じで、10回中10回成功するようになってきたならば、この自分のレベルがまたこうちょっとピッと上がって、この安定曲がレパートリーになるわけなんですよ。なんでその自分の実力に かなりマッチしていて、すごいめちゃめちゃギリギリなんだけれども、なんか10回弾くとなんかこう何回か間違えてしまうみたいな、なんかそういったものはその精度を高めるための曲というふうにこう割り切ってやっていくというかと思います。でコツとしてはそのね、最初から最後まで止まらずに弾くということです。曲ならば、なんか CD とか音源があるならば、CD をポチッとやって、YouTube の動画とかをポチッと再生して、それに合わせて練習っていう風にやっていくと、良いかと思います。もしくはこういう YouTube とかを使って配信しちゃっても構いませんし、ツイキャスとかを使って、なんかこう弾いてみたーみたいなのをやってみるのも、良いかと思います。適度な緊張感を、持って演奏して、この精度をどんどん高めていくための、練習曲という風な、考え方でございます。こんな感じでね、そのめちゃめちゃ余裕を持って弾ける曲とギリギリの曲、こんな感じでこのカテゴリーを分けると、また、曲の練習曲との付き合い方が面白くなってくるかなと思います。で、こっからが本番。こっからが本番です。自分の 100% から 120% ぐらい、なんか微妙にこう手が届かない範囲の曲、これをその練習曲としましょう。練習曲。これもメインの課題曲です。メインの課題曲。自分の実力とはちょっとこう見合わないところはあるかもしれないんだけれども、まあこれ頑張ればいけんじゃねえかなみたいな、まあ頑張れば弾けるようになるんじゃねえかな、あこれ多分ね練習すればいけるな、ちょっと覚えればいけるなとか、ちょっと時間かければいけんなみたいな感じの曲、これをたくさん持つことです。ここたくさん持つこと、ここの練習曲をもうたくさん持つこと、もういろんな曲にチャレンジして、もうここの曲をたくさんストックしてください。で日々の練習はもうここをメインに練習する、そうすると自分のレベルがパッて上がってくるんで、もうできないことをもうひたすら見つけて、くださいませ。でもう一つね、ちょっとね用意していただきたいのがこの辺の曲、自分の 120% とかをちょっと超えそうな曲、こういうのを、向上曲としましょう。向上曲、自分の実力から結構背伸びしちゃってるかもしんねえなみたいな感じの曲、ああこれはちょっとどうなんだろう、もう分かんないけど、でもまあとりあえずやってみっかみたいな感じで、ちょっと自分の実力からすると結構背伸びしすぎかな、はははは、みたいな感じの曲、こういうのもね用意しておくと良いかと思います。これがそのメインの課題曲2って感じです。なんでかっていうと、基本的にはこっち側の曲、メイン1の方で練習すればいいんですけれども、なんかメインの2の方の練習をなんか日々取り入れたりとかしてると、ある時急にねこの自分のレベルがねズバーンってこう、ね、上がる時があったりとかするんですよ。なんか突然ありません？今までも。なんか昨日まではそんなでもなかったんだけど、なんか今日突然めちゃくちゃ上手くなってんな俺みたいな感じの、なんかねそういうね突然、毎回ではないんですけれども、なんかね突然のねレベルアップってね誰でもあるんですよ。その突然のレベルアップはここのメインにのちょっくら背伸びしすぎじゃねえかなぐらいの曲、ここをたくさん持っておくとある日突然ねバンってくるんですよ。それがねこうめちゃめちゃこう伸びしろが大きかったりとか頻度が高くなったりとかするので、コツコツタイプの、メイン課題曲1とちょっくら背伸びタイプの、メイン2
メイン課題曲に、こういったものを、ね、用意していただくと、良いかと思います。でさらにもっと上のこれは無理だっていう曲、たくさんあるかと思います。早すぎるとか細かすぎるとか、なんかもういろいろとこう、ね、テクニックが必要とかミュートが難しいとかいろんな、ね、内容でさ、めちゃめちゃ難しい曲たくさんあると思います。こういったものはちょっくらね、その未来曲としてストックをしていきましょう。自分のレベルがこれをガーッと上がっていくと、未来曲も練習曲とか向上曲として捉えられる時が来るんですけど、あんまりにもその自分の実力と全く見合わないと、上手くならないっていうのもあるんですけども、単純に気分がなえるっていうのがあるんで、あまりにも難しかったらちょっくら保留っていうふうに捉えても良いかと思います。これはもうちょっと自分が上手くなった将来に向けて、未来に向けて取っておこうっていう感じの、なんかそういうストックをしていくような感覚でございます。こんな感じでね、5つのステップに分けて、でここの練習曲と向上曲、この辺はメインにたっぷり、用意していただいて、ここをガーッと練習していくと、自分のレベルが上がっていくよって、そんな話でございます。で、さっきの話になるとさ、僕はその昔コードばっかり弾いてたからレパートリーしかやってなかったんですけども、中学校2年生の時にラウドネスっていうね、そのヘビーメタバンド、メタルバンドに出会うことで、もうスイープとか早弾きとかブーチミュートとか、なんかテンポ180とか、なんかそういったものがすげえもたくさん出てきて、もうこの辺のものがもうわんさかわんさか出てきて、でそれらにこううわーってこう立ち向かったから、レベルがモリ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 と上がったっていう話なわけでございますよ。どうでしょう、皆さんが最近普段練習している曲、どんな感じでしょうか。皆さんのレベルがあったならばどの辺に位置するでしょうか。もし皆さんが最近練習している曲がフレーズがこの辺にあるならば、ちょっくら自分に無茶ぶりを、していく意識をしていくと良いかと思います。普段の練習している曲が、この辺の方、その調子で続けてみてくださいませ。そんな塩梅で自分の好きなバンド、好きなアーティスト、好きなジャンル、もう何でもいいので、片っ端からチャレンジしてみて、こんな感じでカテゴライズをして、ここの2つをメインに練習していくと、自分のレベルがどんどん上がっていくよと、そんなような話でございました。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。以上が、まあ、今日のそのメインの話でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。でこれがね、そのドラムとかベースとかあったらね、それぞれまた当てはめればいいですし、まあ、スポーツとか勉強においてもなんか問題とか難易度とかいろいろあると思うんで、それに当てはめて自分にどんどんこうできない課題を与え続けていくっていうふうにやっていただくと良いかと思います。そんな話でございます。でちょっからここから余談タイムスタート。皆さんこの動画を見るためにそのポチッとクリックしてくれたと思うんですけども、なんかこうタイトルでこう効率のいい練習方法は方法どんなもんかなポチーみたいな感じで、なんか近道はあるのかなポチーみたいな感じでクリックしていただいたと思うんですが、こんだけいろいろこうねベラベラ喋りましたけれども、ちょっからね気をつけていただきたいことがなんかいくつかあってさ、その一つが効率がいいやり方を探しすぎると逆に効率が悪くなるっていうことなんですよ。効率がいいやり方を探しすぎると、それにこだわりすぎると、近道正解にこだわりすぎると逆に効率が悪いんです。どういうことかと言いますと、例えば A 君はもうギターを弾くのがめっちゃ好きです、もういろんな課題曲というかもういろんな曲にガーッとチャレンジして、もう後先考えずにうほー楽しいバババッともうねもう一日もう狂ったように弾いてます、 A 君こんな感じで、それに対して B 君はなんかいい練習方法、近道があるんじゃねえかな、なんかいい効率のいい方法があるんじゃねえかなつって YouTube 見たりとかネット見たりとか教則本見たりとか雑誌見たりとかして、もう情報収集にもすごい負けくれてますと。で同じ感じでその同じ時間その A 君と B 君がこのガーッと練習したとして、なんかイメージ的になんか A 君の方が上手くなる感じがしませんか。なんか B 君みたいなタイプの場合はなんかこう練習しててもこれ本当に合ってんのかなとか、これ本当に大事なのかなとか、なんかこれ本当正解なのかなみたいな感じで疑心暗鬼になって自分を疑ったりとかしながら練習したりとかしてると、なかなか身につかない時もあったりとかすると思うんですよ。そうじゃなくてその近道とか効率が良いとかっていろいろあるかもわからないんですけれども、そうじゃなくてもう単純にもうね A 君みたいな感じでね、その僕は皆さんにギターを弾くことをねナチュラルに楽しんでほしいんです。ちょっとまあね順序立ててそのステップ立ててこんな話をしてしまいましたけども、本音を言うともうこんなのどうでもよくて、本当にもう自分の好きな曲とか好きなアーティストとかの曲をもうどんどんガーッとチャレンジして、もういろんな曲に、チャレンジしてほしい、そういう思いが実は本当は、あります。なんかその皆さんにその A 君みたいにがむしゃらに、楽しんで
欲しいっていう思いがあったりなかったりという感じなんでございます。こんなことベラベラ喋った後になんか突然何出すんだみたいな感じもちょっとなきにしろあれなんですけども、あのね、僕のね経験の中からまた一つお話をさせていただきますと、そのコンビニで夜勤のアルバイトをしている頃の思い出話なんですけれども、コンビニの夜勤ってこの納品っていう作業があるんですよ。なんかお弁当とかおにぎりとかお惣菜が来ました、カップラーメンとか来ました、なんかお菓子が来ました、なんかドリンクが来ましたとか雑誌が来ましたみたいな感じで、もういろいろこう品物がね、あの納品されてくるんです。で、それをね、あの検品したりとか、なんか品出ししたりとかする作業が、夜勤は結構多いんですけれども、ある日ね、その納品がね、もうアホみたいに多かったんです。もういつもの本当もう5倍ぐらいの勢いで、もうすごいもうドリンクドカーン、お菓子ドカーン、ポテトチップスドカーンみたいな感じで、もうすごいなんかカップラーメンドカーンって、なんだこれはみたいな感じで。びっくりして、でこのね納品業者のそのおじさんがいろいろこうね物を下ろしながら、今日なんか物多いねなんてなんか話しててさ、で僕はそれを見ながら、やべえな今日どうしようかなと思って、なんかこうどっから手つけたら効率よく終わるかなと、なんかこれをやってあれをやってここ整理してどっち行って、そんな感じでこうやってこうやってでこれ動線こうやってやらんだらみたいな感じで、こうなんかねずっとこのどうやったら効率いいかなってことを考えてたんですよ。でこの5分ぐらい、そうね、あこうあるねあそこはなどうかなみたいな感じで考えてたら、その納品のおっちゃんがこんなこと言ったんです。まあ今日納品が多くて大変だねみたいな、でもまああれこれこの効率がいいやり方とか順番とか考えるかも分かんないけども、なんだかんだでもう目の前のことから、もう目の前のことからもう手つけてた方が手っ取り早い時ってたくさんあるよなみたいなことを言ったんですよ、おっちゃんが。で僕はなんかそれを聞いて、あマジその通りやなと思って、まあこれあれこれをね、これどうしようどうしようそうしようみたいな感じで考えてる時間があったら、もうさっさと目の前のこととかもう片付ければいいんですよ。もうそうすればもう気づいたら終わってっからみたいな、そんな感じで、そのね、あのそれ言われて、あそうだなと思って、もう目の前にあるものからもね、まあ、後先考えずにとりあえずまずバババババッとやってって、まあ納品を終わらしたみたいなことがあったんですけれども、ギターのその上達関連うんたらかんたらに関しても結構それに近いものが、あるかと思います。なんかネットとかでなんかこうね、効率のいい練習方法ないかな、なんかいい上達方法の近道ないかなみたいな感じでこうポチポチ探したりとかしてる暇があるんだったならば、その時間を単純にそのギターの練習に当てた方がいいんじゃないかっていう、なんかそんな考え方が、ちょっと僕はあるので、そんな意識も持っていただけるとすごく嬉しいのという感じでございます。で僕はそのギターを教えるっていう、そのギター講師という仕事をもう16年ぐらいやってるわけなんですけれども、まあいろんなさ、その教えるタイプの人っていうんですかね、いろんなタイプの人がいてさ、そのいろんな考え方の人がいるんですけれども、僕の中でその上手くなるためのメソッドってわけじゃないですけど、上手くなるためのモットーといいますか、秘訣といいますか、上達するっていうのはこういうことだっていう、そのモットーみたいなのがもう16年前から全く変わってなくて、それ何かっていうと、上達するのに必要なことっていうのはたくさん失敗することだと思うんです。たくさん失敗すること、たくさん正解で練習したりとか、たくさん正解を出すこと、たくさん成功することじゃなくて、どんだけ間違えて、どんだけ失敗して、どんだけこの、なんだろうな、その失敗っていう方法を学ぶかみたいな、こうやったらうまくいかない、こうやったらうまくいかない、こうやったらうまくいかない、こうやったら間違える、こうやったら間違えるって感じで、間違えたりとか失敗する方法をどんだけ軽減するかっていうことだと思うんです。でもう一つ、自分のできないことをどんだけ増やすかっていうことだと思うんですよ。これがまあね、その教える人によってはさ、そのなんかその正解にこだわったりとか、やり方にこだわったりとか、近道にこだわったりとか、効率にこだわったりとかするかもわかんないんですけども、別にいい悪いではなく、その僕の考え方として、もうどんどん失敗してほしいっていうのが、あるんです。でこの失敗して失敗して失敗してってやっていくと、ある時そのね、突然こううまくいったりとかする時があるわけなんです。でいろんな曲をチャレンジしたりとかしてさ、その自分のできないことをたくさん発見していくことも大事なんです。自分のできないことをたくさん見つけていく、たくさん揃えていく、たくさん増やしていく、ある曲にチャレンジしました、できません、この曲にチャレンジしました、できません、このフレーズチャレンジしました、できません、これにやりました、できません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 、って感じやっていくと、ある時なんかね、できるものがね、ポツンと出てくるんですよ。できましたっつって、でまたできません、できません、できません、できました、できません、できません、できました、できません、できました、みたいな感じで、このできないことをガーッと増やしたりとかして、この自分のこのフィールドみたいなのを広げていくと、ある時ね、突然そのオセロの逆転勝負みたいな感じで、そのできるができないをバーってひっくり返して、突然そのできるがですね、量産される時が出てくるんです。突然もうできるの渦がガーッて出てくるんですよ。
そうするとあのナチュラルにその自分のレベルが上がったからということになるんですけれども、そのできないをそのいっぱい用意してた方がその効果みたいなのがすごく でかくて、そのできないを諦めて、あこれもいい、これもいい、これもいいって感じで捨てたりとかさ、忘れてたりとかしちゃうと、その逆転になった時にそのできるの数がですね、なんか少なくて損するって言い方もあれですけども、なんかちょっとねもったいないことになってしまうと思うんです。なんでまあその人によってはね、その正解がうんたらかんたらとかって思うかもわかんないんですけども、僕としてはもうたくさん失敗してほしいし、たくさんできないことを増やしてほしい、そして何よりもそのできないことを楽しんでほしいっていう思いがあるんです。ちょっから冒頭にね、その真面目にいろいろとこのお話をさせていただきましたが、ちょっとそんな、面持ちといいますか、意識を持って、これからの練習も続けていただけますと、嬉しいなという感じでございます。そうですね。まあ、言葉で言うと、その、正解にこだわりすぎないってことですね。正解にこだわるとか、ね、形にこだわるとか、まあ、そういったのは別に悪いことではないんですけども、こだわりすぎてしまうと、本末転倒になってしまうので、こだわりすぎには、くれぐれも注意していただければという感じでございます。そんな感じ。それではちょっくらね、あのこれからですね、その皆さんが練習する曲をですね、こんな感じの5つの、カテゴリーに分けたりとかしてやっていくと、またギターの練習が面白くなってくると思いますので、ぜひこの話も参考にしてみていただけると、幸いでございます。それでは今日はそんな感じで終わりにさせていただきましょうか。結構長い間21分、結構長い間ベラベラ喋りましたね。今日も最後までありがとうございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。最後までありがとうございました。さようなら。バハハイ。